築された津和の半武家屋敷の門浜田城は岩見国浜田に存在した日本の城。江戸時代には浜田藩の藩長が置かれていた。浜田市中心部にある浜田川に囲まれた標高68メートルの独立式丘陵に築城された。この丘陵は別名亀山と呼ばれている。本丸の下に狭い二の丸三の丸、出丸が配されている。北部を松原湾。 東部を浅井川、南部、西部を浜田川によって、天然の掘り割りとしていた。浜田城を藩長とした浜田藩は、最初の藩主、古田氏以外は、譜代、審判が入れ替わりを収め、長州藩に対する山陰側の抑えの最前線とされた。建物は、長州征伐で、長州藩軍に攻められた際に、城を捨てて藩兵が火を放ち、ほとんどが消失した。現在は、 城山公園として、本丸から三の丸にかけて、階段上に石垣が残り、途上口に、津和の半武家屋敷より移築された門がある。ただし、王子ここには、門は存在していない。また、途上口には、小説家、柴良太郎の碑文、浜田藩追会の碑がある。浜田城越えず浜田城イメージ済みエヤグラーと、 浜田市中心部にある浜田川に囲まれた標高約68メートルの独立式丘陵の東頂部を平坦にして本丸が築かれ本丸の南側に狭い二の丸三の丸西側に出丸が廃されたはしご格式平山城北部を松原湾東部を浅井川南部西部を浜田川によって天然の堀としていた城下町は城の周囲に武家屋敷を 浜田川以南に町屋を設けられていた。本丸には天守を設けられていた。本丸の規模は南北約60メートル、東西約50メートルの約0.3ヘクタール。本丸は北西宮に三重櫓、南東隅に本丸五門と六軒長屋があり、中央付近に玉倉が置かれていた。周囲は塀で囲われていた。天守本丸の北西宮に置かれた独立式。 暴露型民重やぐ天守台は、最初から造営されることはなく、本丸に礎石を置いて天守が建てられた。天守の高さ約14メートルで、車地の大きさは約1.4メートルであった。上層階の広さは、四方約9.1メートル。中層階は、四方約12.7メートル。下層階は、南北約 9.1メートル、東西約16.4メートル。明治時代初期頃まで存在した、本丸五門浜田城本丸の正門の役割を果たしていた門。通称、本丸一の門。東側に存在した六軒長屋と隣接していた。石垣が現存している。六軒町や本丸の南東隅に存在した、多門矢倉、倉庫としての役目を持っていた。西側に存在した、 本丸五門と隣接していた、玉蔵本丸の中央付近に存在した倉。広さは約五坪で、鉄砲の弾丸などの武器類を収納していた、本丸の南側に位置する角、三独にも二の丸が存在し、炎症像や、本丸常番所、寺田番所、中の門などが置かれていた、二の門二の丸に存在した柳楽門。ここは真姿で、深度を阻む構造になっていた。 浜田城内最大の門で、内部の規模は、四方南北約3.6メートル、東西約5.4メートル。門の脇の石垣上には二の門の上階にある長屋と、接して塀が回っていた。現在は、門の石垣が現存しているが、一部だけ石垣が、崩落して、土塁となっている箇所がある。二の丸の南側に位置する角。二の丸と同様に三徳にも三の丸が存在し、 古典や小役所、雇用埋蔵、大手門などが置かれていた、デマル本丸の西側に位置する角。別名、本丸は千人だまり。規模は、東西、約24.2メートル、南北23.9メートル。デマルへの通路は、北側と二の丸へと繋がる通路が南側に一箇所ずつ、ある。二の丸と同様に山独にもデマルが存在し、城の南側にある、 小高い独立式丘陵にあった、通称、夕日の丸と呼ばれており、現在は、本丸の西側にある出丸と同様に矢部や林になっている。出丸木戸出丸の北側に存在した出入口、出丸木戸を出ると、本丸の石垣の周囲を回る道に出る。現在は、矢部や林になっているため、たどり着くのは困難である。本丸や二の丸の二の門などの石垣や土塁が、 現存している、慶応2年、第二次徴収征伐の際に、城の建造物はすべて消失したが、山六に、津和の半武家屋敷の門が移築されている、鉄道自動車、ありがとうございます。